スロバキア領内に建設されたガブチコボダムと発電所。ガブチコボダムの空撮。奥の細い川は両国の国境をなす旧ドナウ川。ガブチコボナジュマロシ計画事件はチェコスロバキアとハンガリーが合意したドナウ川におけるダム等建設計画をめぐり、チェコスロバキアの地位を継承したスロバキアとハンガリーとの間で争われている国際紛争である。 1993年4月7日に、両国は国際司法裁判所に付託することで合意し、1997年9月25日に ICJ は両国の活動の違法性を認定し両国に交渉を命ずる判決を下したが、両国は合意に至ることができず2008年9月3日にスロバキアが追加判決の申請を行った。 2017年7月21日になって ICJ はスロバキアから追加判決申請を取り下げる通告を受けた旨を発表したが2017年8月11日現在も本県裁判は継続中とされているダム建設計画により影響を受ける地域として ICJ が作成したドーナウガー流域の地図 ICJ リポーツ 1997P7 より 1977年のチェコスロバキアとハンガリー間の条約による紛争発生前の当初のダム計画。ダムの位置が黒の四角で示されている。ICJ リポーツ 1997P7 より。バリアント C 計画によって建設されたダムの位置。ICJ リポーツ 1997P7 より。1977年9月16日。 チェコスロバキアとハンガリーは、ドナウ川流域の上流にある、チェコスロバキア領域内のガブチコボと下流にある、ハンガリー領域内のナズマロシュに、ダム、発電所、高校施設を建設することを、単一かつ、不可分の計画であることを訳す条約に署名した。1989年2月6日には計画の促進を定めた議定書に、両国は署名し、この頃までには、 チェコスロバキア側の工事は、ドナウ川の分流が行われれば発電が可能な段階にまで進んでいた。しかしハンガリーは、この計画を実施することが、環境に及ぼす影響を理由に1 9 8 9年5月以降、作業を中断し、チェコスロバキアに対して、計画の放棄とガブチコボでの作業停止の要請を行った。しかしすでにガブチコボでの発電所を完成させていた。 チェコスロバキアは計画について合意した1977年の条約内容を一方的に変更し暫定的解決策として自国領域内のみでドナウ川を分流し人工運河ダム貯水湖を建設するバリアント C と言われる計画によって対応することをハンガリーに通告し1991年7月にバリアント C 計画を実行に移したハンガリーはこの バリアント C 計画に異議を唱え、1992年5月19日に条約の履行不能、事情の変更、重大な条約違反を理由として、ダム建設などを合意した1977年の条約を終了する通告を行った。1992年10月には、バリアント C 計画の工事はほぼ完成し、人工運河への放水と発電が開始され、一時は、 ドナウ川の水量の8から9割がスロバキア川へ流れることとなった。その結果ハンガリー側の本流沿いにある湿地が干上がり、ハンガリー側が損害を被ることとなった。その後チェコスロバキアは水量を調整施行した状況は改善されたが、ハンガリーはこの流量の変化が地下水系や水質に影響を及ぼしたと主張した。一方でチェコスロバキアは、 ハンガリーによる1977年の条約履行拒否や終了宣言によって経済的な損失をかぶったと主張した。1993年1月1日にスロバキアは分離独立し、同年4月7日ハンガリーとスロバキアはこの問題を ICJ に付託することを定めた特別合意に署名し、1997年9月25日に以下の判決が下された。 上記のように1997年9月25日本案判決において、両国に交渉を命じる判決が下されたが、ICJ に本権を付託することを定めた、特別合意協定第5条第3項に、当事国が6ヶ月以内に合意に達し得ない場合、いずれかの当事国は、判決を実施する対応を決定する追加判決を、下す、要裁判所に要請することができると定められていた。 そして両国は合意に至ることができず、1998年9月3日にスロバキアが追加判決の申請を行ったが、2017年7月21日に ICJ はスロバキアから追加判決の申請取り下げの通告を受けた旨を発表した。しかし2017年8月11日現在も ICJ は本件を継続中であるとしている。ありがとうございます。